ケイスケさんの新しい FD すごいですね。音なんかも全然違うっていうか。思い切った大改造をしたからな。戦闘力もかなり上がってるはずだ。いい感じだ。すごく馬力があるよ。これならどんな相手でも怖くねえぜ。ガンガンコーナーで勝負かけてやる。うん。どうしたんだ兄貴。お前はいいところで出会ったもんだぜ。お前とはもう一度やり合わなきゃならないと思ってたんだ兄貴。プラクティスの前にこいつと勝負させてくれ。新しくなった FD で俺はどこまで速くなったのか、こいつとの勝負で確かめたいんだ。いいだろう。俺もこのバトルには興味があるからな。プロジェクト D を始めてからのバトルで俺は格段にレベルアップしてる。前の俺とは一味も二味も違うってことを見せてやるぜ。赤城での借りはここで返させてもらう。俺は俺のやり方でいく。 D のエースは俺だ。ついてくるか。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたアクセルワークの特訓が役に立ってる。振り切ってやる。振り切れない。鍵の時とは比べ物にならない無茶苦茶な速さだぜ。俺も D のバトルで相当にレベルアップしてたってのにな。お前は
さらにその上を行ってたってわけか。まったく、どこでそんなに腕を上げたんだか知らねえが、大したもんだぜ。気にするな、ケスケ。今のバトルでお前なりに掴めたものがあるはずだ。それを次のバトルに生かせばいい。しかし D のエースの一人をこうも鮮やかに任すとはな、恐ろしいやつだぜ。どうやら想像以上の相手に成長しているようだ。出番だぜ藤原、今こそお前の実力が試される時だ。